マイクロソフトは7日、チャット GPT を手掛けるオープン AI と提携し、AI、人工知能を検索エンジンビングと組み合わせるサービスを始めると発表しました。これにより検索結果を改善し、チャットボットによる答えを同時に表示することができるようになるとしています。また、マイクロソフトのブラウザ、Edge とも AI を組み合わせ、AI によるウェブサイトの要約やメールの作成なども可能になるということです。 6日にはアルファベット傘下のグーグルも新たな対話 AI、バードを発表し検索エンジンと組み合わせるとしていて競争が激しくなっています。